はい、はい、参りました。そうですね。ありがとうございます。なえねその。今日はあの松崎さんのね人生を絞りまして、エンジョイライフ、楽しくなる、行きましょうということで今日は、はい、お願いします。はい、松崎さんはあの今までですね、いろいろあのあったと思うんですけども、いろいろって何が、いや私生活の気持ちも、それはいっぱいある、いっぱいあること。今いくつですか。ね、もうなびくりした。昭和、1968年だからいくつだ、50年、年聞くいきなり、まあ50ぐらい、50、でもな、45歳過ぎたぐらいから年齢がもう全然わからん。なるほど、もう5歳、もうオール四捨五入。なるほど、こんな感じ、はい、多分52歳分、わかんない。それは見てると、1968年生まれ、はい、まあ、今まで、あのもうちょっと今回はあの少し寒さというかですね、うん、過去というかね、ちょっと振り返ってみたいと思うんですけども、今まで、まあ、苦しかったなと。タバコ吸うなモデルやる。タバコ吸うなモデル。そうだ、あかん。いや、いいよ、いつも吸って、いつも話してる時吸ってるでしょ、俺。今日は俺、吸えないオフィスじゃない、吸えないオフィス、吸えない私の仕事場じゃなくて、ここは吸える場所なんだ。なるほど、うん、ここはこれ、私のタバコを吸える場所なのよ。なるほど、うん、はい、まあ、今まで私と付き合い、まあ、7、8年ですかね、うん、ですけど、まあ、非常に面白い、今時々聞くんですけども、うん、今まで、まあ、もうまずちょっと失敗したなというのありますか。何を。人生で失敗の連続よ。連続ですか。なるほど。一年中失敗、毎日失敗、毎日失敗して成長、失敗して、失敗して修正、少しだけ成長、失敗してまた修正、もう毎日毎日毎日が、その中で、まあちょっとこれはちょっとやばい、まあまあ失敗したなと思います。もうちょっとちゃんとした質問してくれへん。え、何ですか。いきなり失敗失敗。まあまあ、ちょっとさ、最初からと、うんうん、まあほんなら編集してよ、ちゃんと。します、します。編集でうまくできるから、最初は慣れてないから、はい、ちゃんとパソコン、ノートパソコン持ってきて、自分で言いたいことをきちっと決めてこない。はい、はい、どうぞ。これで、まあ、もう何がないかわけわからない。いやいや、大丈夫だよ。はい、まあ、そしたら、まあ楽しく生きてるということですけども、うんうん、今そしたら自分で生きがいというのはありますか。生きがいね、これは生きがいはもうイコール仕事です。仕事イコール仕事で、仕事はじゃあ何なのかと、今現在ね、はいはい、今現在は、まあ、それは過去あって、これ釣り竿ね、はい、これ、はい、あんた俺の顔だけどこうするでしょ、はい、もともとはもう魚釣り、これが趣味だったわけだけど、うん、これで、釣り具のルアーとか釣り竿を作って、うん、まあ、趣味からね、本当趣味から始まって、うん、まあ、その会社あのブランドしてたんだけど、うん、それあんた知ってるように、はい、もうあの譲渡したわけ、はい、これお客さんにね、はい、顧客に譲渡して、その彼がまあ今は活躍してやってるんだけども、はい、で、まあ、今現在の仕事というのは何ですか。僕の仕事、仕事が楽しい、え、何だっけ。いやいや、生きがいですよ。生きがい仕事、仕事、うん、今の仕事言ったら、平戸クリニックで何を言ってんの、それ。違うんですか。違う全然違う。おう、何ですか仕事。私の仕事は、働くママを応援する、うんうん、おう、働くママを応援する、これが俺の仕事。しなかったよ、医療機関の理事、医療機関事務、事理事でしょ、と、その中で働くママを幸せにすると。そうそうそう、働くママの応援だ。なるほど、うん、これなぜかっていう、なぜか今知ってる世の中に大体どれぐらい、離婚して、また結婚する、その後離婚して、うん、子供を一人で育てるお母さんの割合って全体で言うと大体、うん、主観、僕も細かいデータまで知らないんで、まあ3分の1ぐらい、うん、でも主観はあるでしょ、うんうん、だから統計のデータは分からないよ、多分もっと少ないはず、おそらくな、おそらくもう少し少ないと思うんだけど、
我々が社会、いわゆる仕事の中で社会で何かこうかあの社会の中で仕事をしていくときに、実際に出会う女性の方とか、あの女性なんかを見てると、かなりの本当3人に1人とか、30% とか、そんなような感じに見えるわけよ。したもんだね、一人で子育てして頑張ってるお母さん、ここを応援する。で、この人たちが活躍しないと社会はもう盛り上がらないのよ、そもそもが。例えば、僕なんか医療機関も手伝いしてるわけでしょ、理事として。で、医療機関なんか特にそうよ、看護師であったりとか、あと、歯医者だったら歯科衛生士とか、はい、まあ、こういう方々もそもそもがもう結婚されてお家の中に入ったっきりでも仕事に従事しない人とか、はい、ね、あるいはもうその仕事そのものがハードだとか、看護師でもそうじゃないか、介護でも、はい、ハードだし給料も安い、はいはい、だからもう全然その仕事に興味ないって言ってもものすごく多い。これまあさっきの言った働くママとは話が違うんだけども、ものすごく多いわけよ、こういう人たちが。もうその仕事自体に興味がない、しんどいし給料が安い、ハードワークだよね、だからこの人たちをやっぱりもう一回現場、医療機関だけじゃなしに社会の中で活躍してもらわないと、なかなかうまくいかない世の中って、実際もんでしょ、ものすごく戦力になる人が多いから、そうですね、それはやっぱり女性目線で例えば何か商品であってもサービスであっても何かをプロデュースすると、ね、私プロデューサーなんで、ある意味するときにやっぱり女性目線でものすごく大事なんですよ、わかる？だから働くママの応援だ、なるほど。具体的にはそしたらね、医療機関の理事にされてるんですけども、具体的にはどういった応援をされてるんですか？例えばね、もし家庭であったなんかしたらですね、もう一人で育てるのは、じゃああなた逆だったらどうなる？私逆だったら、あなたが今いくつ？まあ子育て終わったよな、もう終わりました、もう大学生でしょ、もう社会人、もう孫も、でしょ、3人ぐらい。じゃあなたがよ、小学生の子供を一人で父子家庭で支えてると、子供を子育てをしながらあなたが仕事してるとしましょうよ、あなただったら職場に何のどういう環境を望みます？何を望みます？まず一人で育ててますから、給料ちょっと高くやってほしいですよね、給料上がっ、まあ男の人ってそもそも給料だけなんよ言うことが、なるほど、あまりないでしょ。でも最近は少し違っていたな、最近はやっぱり自分の趣味の時間だったりとか、自分の余暇の時間だったりとか、自分自身が何か、好きなことでもいいし、何かその勉強してスキルを、自分のスキルを高めていこうとする時間なんかもものすごく大事になってきた時代なんで、あるんだけど、でも女性の場合ね、やはり時間なんよ、時間、そうそう、生活の中の時間を大事にしたいわけだから、さっき言った質問ね、だからじゃあ何をしてきたんですかと、あなたは何をしてきたんですか、やはり、職場環境を整える、これまず何かというと、いろんな人間関係とかいっぱいあるんだけど、一番はやはり時間を短く、勤務時間を短く、これ勤務時間というのは、1日の勤務時間だけじゃなくて、年単位で見た時の就業日数とか、この辺りもそうですよ。だから今あれでしょ、週休3日だったわけよ。はい、でしょ、してます、これ先週か先々週からですよ、週休3日で、ただ週休3日なんだけども、1日今日ね、これ今日なんかオフィスワークでみんな出てきて、いろいろ普段できないことのオフィスワークやってみたりとか、なので一番大事なのはやっぱり、勤務時間短くすると。でその次にやっぱお給料もあるんだけど、人間関係とかいろいろあるわけさ、人間関係ってのは もうそもそも会社企業、要は自分たちの組織の中の価値観、価値観、全て価値観、企業単位も個人も価値観でしょ、分かる、その価値観、それぞれ持ってる企業が持ってる価値観であるわけですよ、自分たちがどういうふうに貢献していかないといけないのか、プラスどういうふうにプロフィットを上げ、利益を上げていかないといけない姿勢があるわけよ。例えば商品一つでも単価、値段の付け方も全部この価値観によって全て変わるわけよ、そうでしょ、働く時間を短くすると、週休3日制、そうで、
渡辺さん最近だけどな、昔なんだろうな、まあすごい、まあすごいですよね、うん、すごいことだと思うんですけど、ね、1日はどれぐらいなんですか。1日8時間8時間まあでも9時間仕事してるな。でも週休3日になると1日10時間になるって文句は言わないわけよ、これ。そうでしょ、実際問題で。要はね、全く数字も生産性そのものもほとんど変わらないわけよ、そもそもが。ただどうしても、なんていうの、その世の中の大抵の経営者さんっていうのは、まあいろんな考え方の人もあるだろうけども、稼働させるっていうのに目を置くわけよ、従業員を稼働させる、要は休まずに稼働させる、要は労働時間を長くして稼働させる、ここにばっかり焦点いくわけよ、どうしても売り上げ上げるためには、でもそれ変わらないのよ、短くしても。では、やっぱりマネジメントする側であったりとか、やっぱ会社を運営する側、からすると、じゃあそれに対する商品の価値であったりとか、ブランディングであったりとか、そこをしっかりこう組み立てていかないと、でしょ、利益は出ない。だから利益、事業は利益を出る仕組み、ブランディングを作った上でそういう形を整えていくということになってるね。ちょっとさっき抜けてたのは、もう一つは将来をしっかりと見せる、例えば、日々の仕事もそうなんだけど、日々の仕事だけじゃなしに、あなた方はじゃあ10年15年やってるとここへ行きますよと、特に子供を一人育ててるママさんなんかは、自分の子供が成人、大学で出て成人しました、その時にあなたはこういう人になってもらわないといけない、こういう位置にいてくださいと。だから現場の仕事って、まあ、さっき言った医療機関であれば看護師なんかもずっとできないわけよ、現実問題、体力的にいろんな面で、ならばあなた方はもうこういう立場になってくださいと、スクールを作って、そういう人たちを教えるであってもいいし、そこの先をきちっと見せる、未来の夢というかね、そうですね、だからそもそも夢、ね、ない人が多いね、あなたもそうでしょ、夢ありますよ、あった会社員の時、ビジネスオーナーですよ。いやだから要は起業したかったわけでしょ、そうそう、夢が起業じゃないですか、あなたの場合、そうでしょ、みんなやっぱり起業したいんですよ、まあ、たくさん言ってはりますよね、それね、そうだから、まあ、話いっぱい飛ぶから編集大変やけどこれ、そういうママさんであっても起業ができる、いわゆるその会社の中で、例えば、商品とかサービスを何か売るって言ったらマーケティングじゃないですか、実はマーケティングというよりマーケットメイク、マーケットメイクと並行してブランディングしていく、でその商品の価値を世の中に知ってもらって、自分の、今までやってきたことの延長線上と重ね合わせて起業していくわけじゃない、でしょ、そういうことはママさんでもできるようにやっていきたいなと思ってる、話多すぎたこれ、何分とも喋るから、過去というかもう現在と未来まで行って しまってますけどね、何を言ってんの、一応過去と現在未来というのは三部作の予定だったんだけど、いきなりもう現在でも未来、面白くないや、だって過去と未来つながってるのに、でしょ、そうそうですよ、過去と現在と未来切り分けたってダメだよ、過去の延長線上で未来があるわけだから、まあ、まあまあ面白いところに、でしょ、過去に考えて行動してきたことと、でしょ、過去に考えて行動してきたことが現在あるわけじゃない、でしょ、でそれとじゃあ未来はどうなるのかって言ったら、同じことをしてると今と同じことをしてると未来も一緒なんだよと、これ当たり前のことやと、だから思考を変えないといけないし、勉強もしないといけないし、自分を変えていかないといけない、そうですね、確かにそういうことでしょ、はい、そうです、もうこれと教育終われちゃうわ、一本で終われるんで、これねこれやったら俺100本ぐらいいけるけど、いや、いいですよ、この、まあ、話しやすい方がいいですよ、そう、自由やから、ね、はい、とりあえず、まあ、作ってきたけど、はい、はい、どうぞ、はい、なるほど、うん、何かわからなかった、何を聞いてるの、で、あ、わかりました、そしたら今従業員の方というのは、男性女性どんな感じなんですかね、ね、全員女性、全員女性ですか、お、全員女性、うん、俺全員だから、なるほど、その理由は何ですか、いやだから働くのから覚えたって言ってるやんか、なるほど、でも最初から女性ばっかりというじゃない、ね、だんだんそういった形になっていくじゃない、結局ね、さっき
まあこれものすごくあれなんだけど、うん、見てる人にちょっとこいつちょっと失礼なこと言うなっていうことがあるかも、これちょっと怖いし、うん、あのね、要は働くママの応援団だから、うん、ママさんはさっき言ったように一人でね、あの、うん、ご主人いる方もいるよ、はい、でも離婚されて一人で子育てしてると、うん、ね、この人たちは踏ん張り効くのよ、ものすごく、うん、踏ん張り、うん、ものすごく踏ん張り効く、うん、ちょっとしたことじゃそう我らじゃもう私無理ですってないのよ、うん、もうやっていかない、育てていかないといけないっていう前提があるから、うん、でしょ、全然違うわけよ、その独身の人とは、うん、一人で一人で親元に住んでる人とも違うし、うん、あなたみたいなね、あの気楽そうなあのもう会社員じゃないけど、うん、今まあ学校もやってるし、うん、新聞編集長じゃない、新聞社、うん、まあ、まあ、今前か過去のね、うん、会社員でパナソニックでしょ、うん、気楽にサラリーマンやったら人だとは違うわけよ、うん、子育てを自分でしながら一人で何とかしていかないといけないと、ね、踏ん張りが効くな、うん、じゃあだからなんて言うんだろう、そのうんとね、なんて言うんだ、そんじゃそこらのことじゃ投げない、うん、もう無理ですまない、うん、まあ、いろいろ違う人もおるけどな、うん、でも相対的には、まあ、今の現実をやっていくためにはね、うん、逃げられないと、そう子供の学校にね、そうやって学校に行かして、ね、お金儲けんとあかんというのも逃げられないというかね、お金儲けってなんかいやらしい言い方する、お金儲けだけは違う仕事なんだよ環境が一番ですね、将来の夢というか将来の夢じゃない、将来こうなるっていうのを見せてあげる、で自分で会社をできるようにしていく、起業するできるようにしていくっていう感じ、うん、もうちょっちゃ楽しいじゃない、めちゃくちゃ楽しいじゃない、起業できる、ね、ようにし、あの環境であればいいですよね、はい、でも自由ですからね、もうちょっと短くしゃべるかな、これ長すぎるから俺しゃべると思う、はい、頑張れ。チェ。皆さんそうしたらね。あのちょっと皆さん喜んで入りますか。何が？あのその準備の中で。どんな感じですか。俺がじゃあうちなんでしょ。はい、じゃあスタッフのことでしょ。はい、喜んでると俺に聞く？でも喜んでると言ったら俺むっちゃ変なやつやでこれ。そんな分からんよ。分からん。ただそのタイプ。やっぱりでも あなたも会社員だったから分かるんだけど、相対比較して今の私はよその会社に移るよりは今の方がいいだろうかって、いろんな勤務体験、勤務体験の件もあるし、給料の件もあるし、待遇、まあ先に一つ目で社員が待遇で、あと人間関係の件だから、今と比較して違うとこ行ってもどちらがいいんだろうかい、でそういうといい環境を作ってると思う。またね、そしたらね、一度来てもらってね、ああ次とも次回に来てもらって感想というかね、うん、聞いてみたいですよね。あー、OK、 まあ、あの今後、まあ、引き続きですけど、面白いと、面白いじゃない、元気が、要はエンジョイライブ。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちら、ぜひお願いします。